化日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。七海です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。ウミガメの産卵場所として知られている下田市。下田海中水族館では30年ほど前からウミガメの環境整備活動を行っています。知れないけど出てくるので、それをねみんなで取ってこの中に入れて数数えますんでね。そっちでドキドキしないで。この日は地元の小学生がウミガメが産卵した卵がいくつ孵化するのか調査しました。60センチほど掘っていくと、子ガメが残した卵のかけらや帰らなかった卵が出てきました。100個あったとしたら、亀の形になれるのが60個とかそのくらいだから、出てきた卵を調査すると悲しい結果が。孵化して出てくるなっていうタイミングで台風がありました。すごくね悪いタイミングで台風が来て溺れて死んじゃったんだと思います。30年ぐらいこの活動やってるんですけど、環境が悪くなってるから低下してるとか、そういったものがもし見えるんであれば、そういうこともこう発信していきたいと思ってます。台風とか溺れて死んじゃうのは初めて知りました。自分もウミガメとか生き物の気持ちになって応援したりしたらいいと思います。自分の住んでる地域でこういうことが起きてるっていうのを知らない子多くいるので、その時感じてもらったりしたことを大人になっても思っててもらえるっていう環境教育としてね続けていければと思ってます。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。